聞きたいと思うんですけれども、木曽川観光というところは一体どのようなことをやっている会社になるんでしょうか。まあ主な仕事といたしましては、鵜飼のあの屋形船の出船とか、うん、あと犬山城遊覧船、この2本が主なお仕事となっております。例えばですけど、まあ、シーズンがそれぞれあると思うんですが、はい、それ以外のシーズンオフの時とかはどういったことをやられてるんでしょうか。まあ、シーズンオフはシーズンオフで、やっぱりあの夏の間使った屋形船は必ず傷みますので、うんうんうん、まあ、それの修理とか、あとあの、まあ、他の今までお世話になった旅館さんとかにご挨拶行ったりとか、そういったお仕事してますね。なるほど。船の修理とかもやられてる。うん、自前で。なるほど。へえ。ではその木曽川観光でこの佐橋さんの役割というのはどういったところになるんでしょうか。まあ、僕ですか。僕は一応、はい、あの一応木曽川観光の方で営業担当という職、あの役職もいただいておりますので、はい、まあ、船の修理ももちろんするんですが、その合間を見て宣伝活動やらそういったのに力を入れさせてもらっております。なるほど。他にも何かやられてたりはするんですか。うん、あとはやっぱり、まあ、年々あの船頭さんが減っていきますので、はい、まあ、そちらの方の育成のお手伝いをさせてもらってたりとか。はいはいはい。もともと船頭さんもやられてた。船は乗ってますよ。なるほどなるほど。でその佐橋さんが船頭さんになられたこう理由っていうのは何かあるんですか。その目指したきっかけというか、うん、まあ、目指したというか、はい、まあ、私もともと小牧の方であの他のかしお勤めをしてたんですけれど、まあ、ちょっと訳あってそちらの方を退職しまして、でさあ次の仕事を何にしようか、でもあの次の職を考えて辞めたわけではなく、なるほど、次の職をさあどうしようってあの悩んでたところ、まあ鵜飼の方のちょっと仲のいい方が見えたんで、その方からあの船頭募集してるよって言われたんで、ちょっと門を叩いてみました。犬山の人間なので、はい、まあ、最後の仕事としてやっぱり犬山の仕事をしたいなっていうのがあったんで、そして木曽川鵜飼ですけれども、6月1日に開幕しましたが、この木曽川鵜飼というものの魅力特徴などを教えていただけますでしょうか。まあ、犬山鵜飼はですね、全国あの11カ所鵜飼をやってるところがあるんですが、唯一犬山だけは昼の鵜飼というのもやらさせてもらっております。なのであの犬山だけは昼の鵜飼夜の鵜飼両方を見ていただくことができるのかなと思っております。昼鵜飼はこの木曽川だけなんですね。うん、前はあの 2,3 箇所でやってたみたいなんですが、やっぱりあのちょっとなかなかお客さんの集客が良くないということで、まあ、あとあの鵜の数が少ないので犬山は多いんですよ。そうなんですね。であの鵜が昼に使っちゃうと夜に使えないとかっていうのがあるので、あ、まあ休憩を取らなきゃいけないというところで、であの犬山のあの犬山というか昼鵜飼の良さとあの夜鵜飼の良さっていうのがありまして、うんうんうん、夜っていうのはあのどこもやってるんですけれど、あのかがり火があって幻想的なっていうのがあるんですが、うん、あの昼鵜飼のいいところはあの夜には見られないあの鵜匠さんの手さばきとか、鵜が水中でどんな風に動いてるのかっていうのが見ていただけるので、あのお客さんによく聞かれるのがあのどちらがいいですかって言われるんで、あのどちらもいいですというそうですよね、難しい質問ですよね、はい、それぞれの良さがあのなんでしたらあの自分の目で両方見て一度、うんうんうん、確認してくださいっていうと、あの昼も良かったわとか夜も良かったわとか両方あのやっぱり見てみるもんですねって言われますね。木曽川鵜飼は何かプランとかっていうのがあったりするんでしょうか。プランですね、去年一昨年まではあの昼の鵜飼というのはお食事付きしかなかったんですが、去年から昼も夜も、お食事付きのプランとお食事なしのお手軽プランという2種類のプランを作っております。特徴はまああの時間的にあの、うん、夜なんかだと間に合わないお客さんがお仕事お勤めの後に来るので、はいはい、いやー鵜飼行きたいんだけど6時には来れないよ、ただ7時なら行けるけどなっていうお客さんはやっぱり喜んでいただけます。うーん、なるほど。だってしかも聞くところによるとどちらもこう飲み物は持ち込み可能っていう、大丈夫です。なんかこうそういう
ね、船の上とかだとなんか持ち込むのはダメなものかなと思ってたんですけど、いや全然うちの方はでもしいきなり来られても、まあはいはい、売店の方でアルコールなんかジュースなんかは販売しておりますので、あやっぱどうしても船遊びイコールお酒があった方がいいなっていうお客さんがお見えになられますので、そしてこの木曽川鵜飼の乗り場までの行き方というのはあるでしょうか、また駐車場なんかもあると教えていただければと思います、はい、最寄りの交通機関名鉄電車で来られるお客様は、犬山遊園という駅を降りていただくと歩いて3分でうちの乗り場の方へ来ていただけます。で車で来られるお客様は、うちの方の会社の方に駐車場がございますので、だいたい25台から30台ぐらい置けますので、どちらで来ていただいても不自由ないかと思います。雨でも迂回というのはやるんでしょうか。はい、迂回の方は、一応雨の方で雨が降っていてもやらさせていただいております。なるほど。ただ運休になる場合は、前日なり当日大雨が降って川が増水して船が出せませんよという状態になった時や、台風などの強風の吹いた時、そういう時はこちらの方から本日は申し訳ありませんが運休させていただきますというふうにしております。まあ、屋形船なのでお客様濡れることはないので。あ、なるほど。まあ、しっかりと屋根がついている、はい、ということなので濡れる心配はございません。まあ、実際に先導されている佐橋さんですが、まあ、こうやっている時のこうなんかエピソードとか記憶に残るものとかっていうのはありますか。やっぱり最近一番イメージにあるのは、はい、去年の8月の13日13日、豪雨がありまして、この辺でも、まあ、皆さんご存知だと思うんですが、木曽川の屋形船が流されてしまうからということで、はい、市の方と協力をいただきまして、船を避難させるということで、道路の方へ上げさせてもらったっていうのが一番今印象に強いかなと。何かリスナーの皆さんに伝え残したこととかないですか。そうですね、木曽川鵜飼の方ですけど、はい、6月の1日から10月の15日まで毎日連日やっておりますので、来ていただくには予約電話の方が必要になりますので、はい、今からちょっとお電話番号の方だけ言わさせてもらっていいですか。はい、0568-61局-2727 0568-61局-2727の方へご予約のお電話をいただけると嬉しいかと思います。それともう一つウェブの方でもご予約の方を受けたまわっておりますので、もしよろしければご予約してきていただけると私に会えますので、佐橋さんにねぜひ会いに、どういう方がこうやられてるのかっていうのをね見に来ていただければと思います。木曽川観光さんのホームページだったりとか、あとはネットで犬山鵜飼とかで調べるとそうですね、すぐにパッと出てくると思いますので、はい、あとこう空いてる日とかもね、はい、パッと、見ていただければ今日は詰まってるよ、今日は空いてるよという確認はしていただけると思いますので、うん、なるほど。例えば当日とかでも大丈夫。当日でもこのお手軽プランの方、はいはい、船の空きさえあれば乗っていただくことは可能かと思っております。なるほど。当日でも、まあ、この、まあ、お食事はちょっと難しいということですけども、ね、はい、乗るだけのお手軽プランであれば、はい、空きがあれば、はい、乗っていただけます、乗船いただけるということなので、ぜひ気になった方、ちょっと今日時間があるし鵜飼そういえば話してたなというところで見てみたいなという方は、そうですね、当日でもいいですので、ぜひご検索いただければと思います。頭の片隅にでも残しておいていただけると、はい、ありがとうございます。まあ、ぜひもう本当にね一緒に1回でも体験していただきたいね、本当に2回でも3回でもですけども、1回はぜひ体験していただきたい、まあ、本当に伝統のものになりますので、木曽川鵜飼気になった方はぜひご参加ください。ということで本日は木曽川観光株式会社の佐橋さんにお越しいただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。